MF ゴーストの世界観を再現しよう。はい、MF ゴーストでは世界中に車の配信を行うため1台ずつにドローンがついて走行しているんですが、これは実際にできるのかというのを検証してみたいと思います。ほう。で、僕が最初走って、前を逃げますので、土屋さんには追いかけていただいて。お前ら逃げれると思ってるのかっつの。そうなんですよ。でもまあそれも全然よくて、土屋さんの横にはドローン操縦者伊関さんに乗っていただいて、はい、僕の車を、今度追いかけて。オッケーです。なので土屋さんに追いかけられながらドローンにも追いかけられるっていうリアル MF ゴーストだね。そうですね、はい、初めてのトライなので、はい、よろしいでしょうか。はい、それでは早速やっていきましょう。お願いします。お願いします。結果なんですけど、 MF ゴースト風ドローン撮影は土屋さんどうでしょうか。いや、できてるでしょ。そうですよね、できてました。いや、全然できてる。ちょっと設備的なところをもう少ししっかりすれば、うん、さらにレベルが高くいけるところです。かわいそうだったもん
逆にこっちのシートの方がいいシート入ってたんで、あそっか、助手席安定感ありましたもんね。安心した。どう横に乗ってて。いや、あんなにマックススピードでこう走った助手席って初めてだったので、うん、まあ、怖さもまあもちろんありましたけど、うん、もう楽しさの方が勝ちました ね。楽しいよね。やってる方はたまったもんじゃない。この中で、ね、土屋さんの運転見えないですよ。残念、それ残念ですね。それ残念です、ね、あそうだよね。そうなんですよ。だけどさ、はい、これ軍祭でできるんですかね。やりましょう。多分僕はこの感じだといけると思います。あそう、はい、これはもうめちゃくちゃ可能性が広がりましたよね。軍祭でやったら本当にリアルだ。いやすごいですよね、うん、本当にちょっと調整させてください。あそう、はい、ぜひ。これはちょっと軍祭でできるかどうか やってみたいね。そうですね、ぜひチャレンジしてみましょう。お願いします。はい、というわけで以上 MF ゴーストの世界観を再現してみようでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてそしてブレスト。ブレス、あ、ブレスさんですね。はい、板金、はいはい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。